安倍元総理が銃撃された近鉄大和西大寺駅前です。事件から1ヶ月の今日、現場では手を合わせる人の姿が見られました。安倍さんが亡くなったことがすごいショックでね、通るたびにやっぱり辛いです。すごく捜査関係者によりますと、山上徹也容疑者は演説開始時、安倍元総理の後方の歩道にいましたが、その後車道へ出てきて数メートルまで接近し発砲したとみられていて、近づいてから発砲までにおよそ10秒あったことが分かりました。警察庁は警備体制の検証を続けていますが、後方を警戒する警察官はいなかったとしていて、今月下旬をめどに検証結果を取りまとめる方針です。以上、中継でした。